くすくらみきです。よろしくお願いします。森田蓮です。よろしくお願いします。吉村幸です。よろしくお願いします。高生活は、でもやっぱ友達できやすい学部だと思うんですよ。できざるを得ないカリキュラムなんで友達にならざるを得ないカリキュラムが多いので、まあそれを嫌だって思う人もいるかもしれないですけど、意外とやってみると、まあ人と何かやると楽しかったりするんで、やっぱそうするとまあ友達もできるし、一人一個の課題っていうよりグループの課題とかあるから、まあなんかみんなで何かやるっていうことが多いから、成し遂げた達成感みたいなのも共有できるし、なんかデザインって聞くと、なんか自分自身で考えてやって一人の世界観みたいな感じなのかなっていうイメージがあるかもしれないけど、でもここのデザインだと一人でできたりやることよりみんなとやることの方がやっぱ多いっていうところがあって、それがデザインって、あ、こういうことなんだみたいな、デザインって一人じゃできないんだとか、なんかそういうところがよく分かる4年間だったなっていうのがあって、絶対自分にとっては役に立つだろうなっていう濃い、結構濃い、まあ、やっぱコロナで自分たちはできなかった部分もあるんですけど、その中でも、あ、濃かった4年間だなって思いました。なんかデザインに対してのイメージって、その高校生で入る時と変わりましたか？どう？変わった？私は変わりました。どんな風に変わりました？それこそものづくりをやってて、職人的なことを学んでたんで、デザインって言われても自分がやりたいことをやって、それが誰かの手に渡ってっていうところだったのが、逆で誰かの手に渡るためにその人がどういうことを求めてるのかとか、だから自分が作るっていう逆の発想にすごい変わったなって思いました。そうね、そういうことをいっぱいやってきたもんね、はい、そうですじゃあ森田君。そうっす、俺は、ま、それこそ分かりやすく物を作るとか、その物体ができること、物体として完成物が出来上がるのをデザインだと思ってた部分が大きかったんですけど、まあ、それこそデザインとアートの違いも別に何も分からんなって思ってたんですけど、自分は特にだと思うんですけど、その成果物じゃない部分のデザインっていうのをすごい言う先生が多いかったなって思ってて、まあ、一言物みたいに言うけど、その一言物のデザインっていうワードすら思いつかない、人のデザインもなければことのデザインもないって別に思ってて、物のデザインだけだと思ってたんですけど、まあ、その物体として残んない関係性とかのデザインっていうのの存在を知れたのが自分の中ででかかったなっていうふうに。どんな、具体的になんか自分の中でどんな、こう目に見えない形に残らないデザインって、なんかそれこそさっきからずっと言ってるように、ワークとかで、まあ、人と関わること多かったから、まあなんか意外と自分はまとめ役的なことを任せてもらうことが多くて、その中で立ち回りとか、まあ、みんなのどんぐらい進捗あるかなっていうのを気にするとかっていうのも、まあ、ただ事務的に確認することもできれば、まあ、コミュニケーションを取って普通の日常会話的に確認することもできて、それをどういう形を取るかっていうのも多分この大学で学べる、そのことのデザインなんだろうなっていうふうに思ったって感じれたっていう。デザインってなんかこう一括りにできないなっていうことが、なんかすごいこう大学の授業だったりとか、その課外、その大学学部内の課外活動だったりとか、まあ、アルバイトとかですごい感じてでこうそれこそグループワークとかでなんだろう、じゃあデータ渡しますとか言った時のデータの形式とか、こうそのなんて言うんだろう、フォルダーとかの整理してあげるとか、相手に分かりやすく送ってあげるとかっていうのも、なんかこう一見デザインには見えないかもしれないけど、そこもデザインで、なんかデザインって呼んでいいのか、なんかどうなのかって、なんか結構
デザインってなんか実は思ってたよりも曖昧なものだったんだなっていうのがすごい感じて、でなんか卒業研究展とかのビジュアルも作ったんですけど、そういうところをまあ出せたんじゃない、出せたっていうか、そういうところもなんか改めてなんかこう考えてこう最終形態というか卒業研究展を迎えられたんじゃないかなって思いました。はい、じゃあ最後まとめとして、まあ、これから仕事をしていく中で、まあ、どういう人になりたいとかどういう仕事をしたいとか、まあ、現状どういう人でありたいっていうことでもいいと思うんですけど、まあ、そういうのちょっと聞かせてもらえればと思っていて、森田くんお願いします。そうですね、自分がなりたい人はなんか人に影響を与えられる人になりたくて、なんかすっごい壮大な話になると、なんか自分がなんで働くかとか、まあ、なんで生きてるかみたいなのってどのぐらい人に影響を与えられるかで意味ができるのかなっていうふうに就活とかしてて思ったりして、なので、まあ、その自分がチームとかに入るんだったら、まあ、そのチームに例えば自分がリーダーで入ったとしたら、まあ、他のリーダーよりどのリーダーよりもいいリーダーでありたいなとかは、まあ、思うし、まあ、仮にリーダーじゃなくても、まあ、どんな立場だとしても、まあ、その例えばリーダーっていうよりその自分っていうリーダーだから良かったとか、まあ、他の役割の名前でもその役割をできる人なら誰でもいいじゃなくて、まあ、自分だからできることとか学校で学んだことみたいな、やっぱチームの立ち回りは特に他の学部とかで学んできた人よりは力がついてるはずだなって思うんで、まあ、そういうのを生かしつつ、まあ、チームでも会社でも、まあ、世間とかでも、まあ、いい立ち回りができるいい影響を与えられる人になりたいです壮大なぜひね一生かけて頑張ってほしいところです。なんか多くの人の笑顔が見たいなっていうところもあって、やっぱり自分写真撮るときも人の笑顔を撮るのが好きでっていうところがあるので、誰かに寄り添っていい笑顔とか楽しい表情とかをいっぱい残していけるような人になりたいなっていうのがあります。でそれがなんか信頼に変わっていくといいなと思ってて、この人に任せれば大丈夫とか、この人ならやってくれるとか、なんかそうやって思われるような人になりたいなって思います。いいね、それは仕事、ね、これからつく仕事とすごいバッチリ合ってる目標ですね、はい、じゃあ吉村さん、自分がこうデザインを学ぶきっかけが、あ、普段見てたものが、あ、こんなに考えられてたんだっていう気づきとか発見から、今こういうこの場に立ってる、このここにつながってるので、そういうきっかけとか、なんかなんでなんだろうとか疑問でも何でもいいから、そういうことをこう人に考えさせられるようなものを作れる人になりたくて、でそれをするためにはこう自分の広告だったりとか業界とか分野のことだけじゃなくて、こういろんな関係ないいろんなところをの知識だったりとか経験とかをこういろんなこと体験して、でなんかこう何でもできる人になりたいなって思います。